こんにちは、大堀一美さんでございます。さあ今回もアコギの進めということで始めてまいろうかね。さてもう650回も超えたところでね、進めという言葉がついてるだけに進めていこうじゃないかということなんだけど、前回スリーフィンガーのお話をしたよね。こういう弾き方にこそまたアコギの良さを最大限に出すことができるよっていうことをね、動画で伝えられたらいいなというふうに思ってるんだけどね、スリーフィンガーをよりかっこよく、よりおしゃれな弾き方というものをまたこう皆さんにねお伝えしようかなと。まずちょっと見てもらいたい。こんな感じなんだよね。音数も多くて、そしてまたスピード感あふれる弾き方になってたと思うんだね。そう、まあ3フィンガーっていうのはね、今もお見せしたようにすごく繊細な一面があるんだけど、3フィンガーを覚えるってなるとより早く弾きたいっていうね、そういう衝動ってあるんだよね。それがなんかこう3フィンガーの魅力でもあり、まあ醍醐味の一つだっていうふうに思うの。もちろんね、スピードが速いからいいとかっていうことでは本来はないんだけど、やっぱりこうより早く弾いてみたいというふうに思ってる方も多いと思うんだね。開放弦の響きももちろんだし、まあ、高音域の繊細さっていうのももちろんしっかりと保持しながら残しながらというね、そういう形でやってみようと思うんでね。まずじゃあね、左手の動きというところなんだけどね、当然キーポイントになってくるところじゃないかなというふうに思うね。じゃあまず一通り見てもらおうかな。という感じなんだよね。いいね。小川のせせらぎのようなね音がするでしょ。開放弦がやっぱり一番活かされてるよね。今回の弾き方を考えれば、ハイトーンの音を聞かせたいなっていうのがあって、4フレットの位置にカポタスを取り付けようということでね、この G のコード4。この音ね。綺麗な音やな。キーで言うと B なんだけどね、G のコードを中心としたコード進行というふうに思ってくれたらいいかなと思うんだけど、中心となる G のコードは一発目には出てこないの。まずね、最初のコードっていうのはこれなんだね。Am7 のフォーム。セブンスならではの音やね。5弦から弾き下ろすんだけど、そしてその次にこのコードフォームの状態から2フレットずらすわけだね。4弦の4フレット、そして2弦の3フレットのフォーム。もちろんこれもね、5弦から弾き下ろすんだけど、まあ5弦が開放になってる時点でオンコードっていう取り方もできるしね。コード名をつけるってどうなるんだろうね。美しい音っていうね感じがするんだけど、そしてその次はね、このフォームね。これもね、5弦から弾き下ろすんだけど、ポジションで言うと4弦の5フレット、そして2弦の5フレットで5弦から弾き下ろすって感じなんだけどね。これもコード名つけるとなんだろうねっていうところだよね。ちょっとこう不思議な音になっちゃうけどね。 A7 のコードフォームをそのまま5フレットに持ってきたっていうような感じだよね。その次のコードフォームも4弦の4フレット、そして2弦の3フレットのフォームに戻ってまた5弦から弾くって感じなんだけどね。この次は G のコードフォームを押さえるわけだよね。いよいよメインのコードがここでズバッと出てくるわけだけど、解決ズバッとじゃないよそしてその次が定番のポジショニングだと思うんだけど、2弦の1フレット、そして4弦の2フレットをこのハンマーリング音よ。出たね。なんかこうサイモン&ガーファンクル的な感じでさ、いやな、これにたまらんな。これね、ほんと病みつきになるよね。その次は元の G のコードフォームに戻して締めということなんだね。いや、いいね。一番の肝っていうのは Am7 からの流れだよね。このこの部分で言えることは、とにかくこう中指をスライド気味に動かすってことね。よりもって感じでスライドするみたいな感じでやると、よりかっこよく聞こえるんじゃないかなというふうに僕は思うんだね。でそして G のコードフォームの時に、まあおなじみのこのハンマーリング音が出てくるというところでね、まあそういう感じで本当にね、実にシンプルにはまとまってるというふうな感じだよね。まずはゆっくりやってみようと思うんだけど、
部分っていうものがしっかり決められればいい流れが作れると思うよ。というところでいろんな角度でいつものスピードに戻してやってみようと思うからね、よく耳で聞いてもらいたいなというふうに思うね。右手の動きなんだけどね、スリーフィンガーの動きっていうものが当然肝だからよく見てもらいたいなと思うんだけど、このうたるだうたるだって感じでね、ほんとダダダダダダッと進んでいくような感じよ。今回のまあベース音っていうのは5弦または6弦だから、まあ G のセクション以外は全部5弦がベース音っていうところで、まあスタートでもあるからね、親指をまず5弦に置いておくと、高音域の部分はねこの人差し指、そしてまた中指っていうところで動いていくから、このように3弦人差し指、そして2弦中指って置いておくわけね。こういうフォームになるわけ。 Am7 のフォームからだけど、5弦いって2弦いって4弦いって3弦って感じね。この動き、うん、この動きを4セットやるってことね。という動きね。1、2、3、4って感じね。ダタタタタタタタっていう動きね。スーパーマリオワールドのあのクッパ城とかのテテ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 って動きに似てるかもしれないけど、でその次が左手は2弦の3フレット、そして4弦の4フレットっていうところだけど、この時も変わらないの動きはね、5弦いって2弦いって4弦いって3弦って感じね。これをまた4セット繰り返すって感じね。1、2、3、4っていう感じ。そしてその次2弦の5フレット、そして4弦の5フレットね、これも動きは変わらないわけだ。5弦いって2弦いって4弦いって3弦って感じね。これをまた4セットやるわけね。1、2、3、4という動きね。2弦の3フレット、そして4弦の4フレットのフォームに戻ってきて、これもまた同じ動き、この動きね。5弦いって2弦いって4弦いって3弦、これまた4回繰り返すわけね。このところまで動きが一貫してるでしょ。だから5弦いって2弦いって3弦いって4弦っていう、これを4セット繰り返すという動きはもうまずここまでは変わらないわけだね。そしてその次が G のコードフォームに行った時に、左手6弦の3フレットっていうところで G のベース音というのは6弦になるから、親指をこのように6弦に持ってきといて、3弦に人差し指、2弦に中指、これは変わらずに置いとくという感じにしといて、まずベース音で6弦を弾いて、 G のコードフォームから2弦の1フレット、そして4弦の2フレット、ハンマーリング音だから2弦と4弦を同時に弾く、じゃーん、うん、その次はベース音である6弦をまた弾いて、そして2弦を弾いて、そして4弦を弾くって感じね。 G のコードフォームに戻って6弦と2弦を同時にこのように弾いて、そして最後は6弦から1弦までジャラーンと引き下ろすって感じで締めるって感じでいいんじゃないかなというふうに思うんだね。ダルンダルンダン、いいね。どうよね、という感じなわけだね。もう本当にこう繊細にシャランと締めるという感じだな。まあ、前回の動画を考えると発展編ではあるけども、まあ、応用っていう部分もなくはないけど、ベーシックな3フィンガーの一つと思ってくれたらいいと思うよ。時速250キロ新幹線びっくりって感じで、いつの歌で楽しんだけど、そういう感じでね、やっぱりこうなんていうのかな、ビュンと聞こえてくるわけよ。ダンとスピード感が溢れるっていうところをしっかり見せられるんじゃないか。弦を弾く順番を一個ずつ覚えるよりも、まず3フィンガーの基本、このパターンを覚えればこうやってスムーズにできるよっていうことの証でもあると。
じゃあそんな感じでね、じゃあまずはね1回をねゆっくりやってみようと思うから、もう本当にスリーフィンガーの基本というものがあるんで、よくまず見てもらいたいなというふうに思うね。もう低域から高域まできちっと動くからね。じゃあ行ってみよう。じゃあね、いつものスピードに戻してね、まあ、ぜひ聴いてほしいなと、耳で聴いてほしいなと思うね。じゃあ行ってみよう。ってなことでね、今右手左手の動きを細かく見てもらったところでね、今度は右手左手全体が見えた状態で、まとめに入ろうということなんだけどね。まず左手の動きっていうのはコード名はなかなかこうつけがたいというようなあのコードフォームとか出てくるってのもあるけれども、 Am フォームの流れからこう2フレットに移ったり、あるいはこう A7 のフォームの5フレットバージョンみたいな感じが出てきたりね、中指うまくスライド気味に動かすことによって流れるような音を作ると。最後のやっぱり締めのね G のセクションのところ、ここでねやっぱり恒例のおなじみのハンマーリング音っていう感じで出てくるしね、このオンコードにもなるっていうところもあるし、コード名とかそういったものにこだわりよりも音の流れでできてるっていうふうに思ってくれたらいいんじゃないかなと僕は思うんだけどね。そして右手、もうこれはもうね、もう今回の動画のテーマでもあるけども、スリーフィンガーだから、何より3つの指を駆使するということの代名詞と思ってくれていいんじゃないかと思うような動きだよね。ベース音ドンタンドンタンと交互に鳴らしながら高音域のところって感じでね、16ビート的な感じで出るというところもあって、繊細ながらも軽快なスピード感あふれるようなものが出るよってことだよね。本当にベーシックなものの中に成り立ってはいるけれども、今回のテーマでもある本当スピード感あふれる、そしてまたかっこいい、もちろんおしゃれでもあるというところが出てくるんじゃないかなと僕は思うんでね、いろんな角度でこの全体的な動きを目で見て、そしてまた耳で聞いて、臨んでもらいたいというふうにもね、じゃあ行ってみよう。ベーシックなところがしっかり詰まってるっていうのがあるから、スピードを高めても着実にできると思うんで、スリーフィンガーにさらに磨きをかけたいって思う人にとってもいいと思うし、それからスリーフィンガーまだなかなかできてないけど、ああなんかここまでいけたらいいなっていう風な一つのなんかこうモチベーションを高めるようなきっかけになってくれたらなとも思うし、何度も言うようにやっぱりこれだけのボディの大きさ、そしてまたこの動圧があるっていうところもあって、この音を生かすという点においてはスリーフィンガーっていうのは最適な弾き方の一つだと思ってるからね。音っていうものは人間の発する言葉でも声でもないけれども、表情っていうものが詰まってるのはまさにこのことだと思うよ。やっぱ音にも表情ありっていうような弾き方っていうのができるっていうのがこのスリーフィンガーの醍醐味であるんじゃないかというふうに僕は思ってるんだね。ということで皆さん楽しんでいただけたかな。皆さんぜひギター片手にやってみてくれ。また次回の動画でお会いしたいというふうに思うね。大堀123でした。それでは。サイトの一角で一人の若者がギターを抱え。
後ろ向きに考えすぎてどうせと決めつけて